ノルウェーで水揚げされたサバ、サバヌーボーが今朝、羽田空港に到着しました。到着したのは1500キロのサバで、空輸されるのは今年で4年目となります。ノルウェー産のサバの旬は9月下旬から11月で、死亡率およそ30%、重量500グラム以上の厳選したサバを空輸しています。日本の食卓に上がるサバの半分はノルウェー産で、日本は最大の輸出先となっています。 今日から東京空町で行われているノルウェーシーフードフェス2024では超高速凍結技術を使い今回初めて生で寿司として提供されていますこちらが生で食べられるサバーボー寿司ですいただいてみましょううん、身がプリプリしてて脂が乗ってて美味しいですサバは国内のスーパーや飲食店などで順次提供されるということです